はるまる、はるまるです。というわけで今回はこちら、お昼ご飯に韓国ラーメンのぐり食べていきたいと思います。なんか食感はなんか丸い麺でなんかもちもちしてるらしくて、うどんに似てるらしいんですけど、なんでこちらねちょっと食べてみたいと思います。レッツクッキング。こんな感じで中に麺が入ってて、こちらの粉末スープと火薬が入っております。でこちらの麺とこの火薬を入れて5分間鍋で煮ます。はい、できました。できました。のぐりのラーメンです。わかめとか美味しそう。一緒にね、ゆで卵も作ったんで入れちゃいたいと思います。熱熱熱、ゆで卵をドン、じゃん。ではいただきます。うん、めっちゃもちもちしてる。でもうどんほどもちもちしてなくて、うどんほどそんな太くないから食べれます。辛さもね、ネット調べではなんか唐辛子5個分の2って書いてたけど結構ピリ辛。これはご飯が進むね。ご飯足せばよかった。このこれの辛さと卵ちゃん、うまい。コンビニとかで売ってるちょっと辛そうなラーメン、カップラーメンの全然こっちの辛い、うまい。今日も美味しくごちそうさまでした。あのもちもちなんですけど、まあラーメンよりちょっと太いかなぐらいなんで、あのそこまでうどんっぽくはなかった。食感がうどんっぽいって書いてたけどうどんっぽくはなかったです。辛さは結構カップ麺の中本ぐらいはあると思うので、ちょっと辛さ苦手かなっていう人はちょっと辛くなっちゃうかもしれません。ご飯が絶対合う、ご飯を入れたかった。というわけで今日も辛いラーメン、やっぱり夏に向けて食べたくなったぜっていう人、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。おつはるまーる。またね。バイバイ。バイバイ。